はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひとりぼとです。今日はですね、はい、ハードオフのジャンク5台セットですね、こちらですね、昨晩ワクワクしながら動作確認をしましたということで、ご動作確認の結果を今日は、皆さんにご報告をしたいと思います。はい、ちょっと順番に進めていきたいと思います。まずですね、はい、最初にご紹介するのがペンタックスの KX ですね。1975年発売の、まあ、完全なマニュアル機です。はい、露出計がついているだけというものなんですけれども、こちらはですね、はい、動作確認をしましたら、どうですね、露出計もちゃんと動きます。それからシャッターもですね、はい、はい、シャッターもきちっと切れることが、はい、確認できました。はい、ということで多分一応ですね、変化はしているようです。非常に使い込まれたカメラで、真鍮が出てますね。それからすごく驚いたのがこの接眼部分もこれ金属なんですね。ということで非常に、丁寧に作られたカメラだなということで、すごいなと思います。はい、露出計ちょっと見えないですかね、露出計の針も動いています。まあ、ファインダーもですね、汚れは多少ありますけれども全然、はい、許容範囲だと思います。モルトを貼ってありますね、これ、ですけどもちょっとモルト内部もですねちょっと確認して、貼り替えるかどうか、うん、そうですね、この辺はやっぱり貼り替えないとダメですね、というような状況ですけども、これ整備したら多分、かなり手で良くなると思います。はい、続いて2台目は、はい、これ良かったですね。これは良かったですね、ペンタックス K2 です。ペンタックス KX のこれ上級機になるのかな、1975年の発売ということですね。モルト貼り替えなきゃいけないんですけども、これ良かったのはね、何かっていうと、まず、これ多分分かんないかな、たまに光ったりするんですけども、通電はきちっとしています。仕方が悪いんですよね、通電もしてますし、それから、はい、シャッターも、はい、きちっと変化をします。でこれやっぱりねいいなと思ったのは、ちょうどペンタックス MX と ME を合体したような、まあ、あの機能ですよね。絞り優先で撮影もできますし、それから、はい、光りましたね、マニュアル操作もできるということで、非常に、しかもですねこのカメラやっぱり丈夫なんですね。非常にあの、大きさも小さすぎないんですよ。なので非常にこれいいんですね。このカメラはちょっと気に入りましたね。初めての K シリーズだったんですけども、この K2 いいな、いいですね。はい、ちょっとこれ整備してみたいと思います。はい、3台目です。3台目は、はい、モードラがついていたペンタックス MX です。はい、こちらは、はい、ちゃんとシャッターも変化します。それからご覧いただけるかな、ちゃんとあの露出計も動くんですね。露出計も動くので、あ、今ちょっと光りましたね、ほら露出計も動くんですね。ということで、動作完璧です。でなので、ちょっとこの辺にね当たりありますけど、これはお愛嬌として、この MX は使えますね。これいいですね。外観ちょっと昨日、夜綺麗にしましたので、ベタベタ感は全くなくなりました。非常に綺麗になりました。はい、MX 1台目です。 MX 2台目、はい、こちらはモーダラついていなかった方なんですけども、こちらは、はい、やっぱりこれ巻き上げできないですね。巻き上げできないということで、こちらは残念ながら、はい、動きませんでした。シャッター押せないんですね。シャッター不可です。まあ、修理できる方は修理できると思います。外観はこっちの方が良かったですね。外観はこちらの方が綺麗なんですけども、残念ながら私修理できないんですよね。どうしようかな、
一応ですね、ここにあった、はい、モードラの蓋ですね、こちらを、先ほどの MX の方に移植はしました。なので、まあ、部品取りなのかなね、ちょっと考えてみたいと思います。1台の MX はちょっと動作不可でしたね、はい、最後の、はい、ペンダックス ME スーパー、こちらはですね、通電しないんですね。電池入れましたけど通電しませんでした。ということで通電しないということで、はい、シャッター落ちませんよね。なんともならないですね。一応三角間だけね、外して、使おうかなと思います。まあ、電池室もこの蓋とかね、こういった蓋とか使えるので、これも部品取りにしようかななってしまうのかな。1979年発売でシャッタースピード2000分の1なんですよね。開けてみたらこれシャッター縦走りなんですね。縦走りですよこれね。ということでシャッタースピード2000分の1出すということで、非常に苦心したカメラなんじゃないかなと思います。はい、残念ながらこちらジャンクでした。最後にあのモードラですね。モードラなんですけども、実はですね、先ほど動いたという MX につけてみたんですね。ところがですね、 MX につけたんですけれども、どうもおかしいんですなんか、このモードラ自体が動くんですよ。こんな感じで、はい、動くんですけれども、 MX とどうも噛み合わせが悪いのか、これ見たらですね、ペンダックスワインダー ME って書いてあるんですよ。なのでもしかしたら ME 用なのかなご存知の方あったらね、教えていただきたいなと思いますけれども、残念ながら、MX は使えなかったんで、これ使うために ME 買わなきゃいけないのまた1台増えてしまうような話をしましたけれども、ちょっとこちらはですね、残念ながら、MX には使えなかったという動作はしてます、はい、ということで、使える、そうですね、もう分かっている MX ですね、これは非常にいいカメラです。ということで、例えばこんな風にですね、はい、手持ちの、はい、50ミリの F1 っていうですね、こういうのをつけて、そしてまあストラップもね、こんなのをつける、はい、こんな風にですね、ストラップをつけるとなんかちょっと素敵じゃないですか、ね、こんな風に持って、歩くと、結構かっこよくなりました。ということで、今日はですね、ペンタックス、はい、5台ですね、5台、はい、こちらの動作確認をしてみました。使えたのはペンタックス MX と、ペンタックス KX、 それからペンタックス、K2 ですね、はい、これいいですね。残念ながらこの MX と ME スーパーは、部品取りかなどうしようかなっていうふうに考えてます。はい、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。これからもですね、さまざまなフィルムカメラご紹介していきたいと思います。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今だからのんびりフィルムカメラの一人フォトでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。さよなら。